さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回はこちら現在開催中のパズドラ学園イベントですね、これら9体の中からどのキャラを交換するべきか話していこうと思います。今回のパズドラ学園もですね、まあ新キャラのレムに加えて新しく進化が追加されたイナ、そして強化されたキヨ、バレリア、あとは星立ちのリクーディステル、ヨグ、ウルカ、オロチ、カーリーと合計9体のキャラがね、交換可能になっていまして、今回はどのキャラを交換するべきか徹底解説していこうと思います。はい。で、今回の交換とですね、まあ、期間もまだ長いんで、そんな焦って交換する必要はないんですが、評価としては S ランクキャラはいません。今回 A プラスランクキャラからとなっております。はい。まあ、ただこれはですね、やっぱりコストが高いっていうところも踏まえて、A プラスランクにしてる点もあるので、性能ではすごい強いキャラもね、ちょこちょこいます。で、今回は使い道も踏まえてね、評価してるんで、全が必要じゃないから S ランクにはしてないんだけど、A プラスにもすごい強いキャラいるので、今日はこちらのパズル学園交換所解説やっていこうと思います。ということで、まずは A プラスランクからやっていこうと思います。行きましょう。さあ、ということで、まずは A プラスランク、学園イナがランクインですね。イナに関しては、正直ね、こっちの既存イナの方は、もうほぼほぼ使わないので、まあ、全然スルーしても問題ないかなと思ってます。武器に関しても大してね、1年前と変わらないので、そんな強くないんで、スルーしても OK なんですが、じゃあ今回なんでイナがね、A プラスランクかっていうと、この水イナなんですね。これが、バインドスキブ指回復努力4つ、10強、10強、2ウェイ4つあって、超悪性スキブとか10強とか選べるんですよ。で、まあ、10強つけたら、10強3つ、2ウェイ4つだし、あとはスキブつけたらスキビ4とかでも運用できて、あと回復努力はあるんで回復力かなりサポートできますと。で、スキルが指が2倍、ランダムで水闇回復4個生成泥強ということで、もうこれがね、グランエルブにおける最強サブ候補の1人なんだよね。もうグランエルブサブとしては破格の性能を持ってるんですよ、このキャラクターで。まあ、使い道としてはマジでグランエルブのサブほぼ一択なんですよね。もうそれ以外で使い道っていうのは ほぼほぼなくて、まあまあまあ、ロイヤルノーチラスだったら強いなぐらいの感じで、ただやっぱり一番強いのはグランエルブ。まあ、一応ロイヤルでも使えなくはないけど、まあ基本的にはまあもう正直グランエルブ寄りなんだよね、このキャラクターっていうのが。なのでグランエルブ使おうと思ってる人とか、あとはまあ一応マーメイドサキバスでも使えるんですけど、まあ基本グランエルブなんで、グランエルブで使おうと思ってる人は非常に入手する価値のあるキャラかなと思います。まあ、逆に言えばこのイナはもう本当グランエルブぐらいでしか使わないので、まあ、シンフェスゲン持ってれば使うためにゲットしてもいいんだけど、そうじゃない限りは、まあ別にスルーしてもいいかなっていうキャラなんで、こちらの新フェス源グランエルブを引けた人はもう必ずイナ確保しておく。それ以外の人はまあスルーでもいいかなって感じです。武器もね、2ウェイプラス、封印2つ、水ドロキュア、ミドロキュアプラスとかなり強い武器なんで、グランエルブとかね、マーメイドサキバスをメインで使ってる人だけは確保してあげてください。という感じがまずは学園イナですね。それ以外では使わないので評価は S ランクにはしませんでした。あくまでグランエルブ要因で使うことがメインになってくるので、グランエルブ持ってる人は交換してあげてください。という感じが学園イナでした。さあ、次行きましょう。続いて、もう一体の A プラスランクは、レムーがランクインです。はい、覚醒が、バインドスキビオン、封印、クライムプラス、無効感4つ、超覚醒、スキブプラス、無効感、浮遊から選べるキャラになってます。はい。で、まあ、無効感2、4つ、浮遊とか、スキブ6個、無効感4つとか、いろいろできて、まずまあ、単純にね、火力のね、要因としても使える、浮遊持ちのキャラクター、もしくはスキブ6で使えるっていう点で、使い道の幅が広いです。で、無効感特化のキャラで、スキルは5ターン、5属性ルーレットを1個、生成1ターン、全員の攻撃力 1.5 倍が5ターンで打てます。リーダースキルは指13秒固定で火の6個消して攻撃力24倍、固定1000万ダメージ、火の HP が 4.2 倍って感じになってます。はい。で、まあ、このレムーに関しては、まあ、正味シールフを持っていて、あの GS シールフね、 GS シールフを持っていて、ガンダム系の非属性サブですね、まあ、ダブルゼータガンダムとか、まあそうですね、そこら辺をゲットできてれば、シャアとかですね、そこら辺をゲットできてれば、まあ使えるリーダーかなって感じになってます。はい。まあこのキャラで A プラスの理由としては、まあ単純に今火の無効貫通編成を使うメリットがまだそんなにないので、今の環境だとそこまで生きないっていうことと、まあ、これからに期待できるキャラではあるんだよね。そう、それこそシーエルフの相方にめっちゃ強いのが来たら、サブにこのレム入れてあげて生成で補ってあげるとかっていう運用方法はできると思うんだけど、現状においてはまだそこまでは強くないので、優先度は A プラスランク止まりって感じになります。まあ、それこそ火の無効貫通そろそろぶっ壊れ相方来そうな気がするんですよ、なんとなく。なのでその相方が来た時に輝く可能性があるということで評価は A プラスランクですが、まあそれにまずかける可能性がないぐらい火属性のサブが少ない方とか、あとはまあ火属性がある程度揃ってる人に関しても、まあ、その可能性にかけるんだったら取ってあげてもいいのかなとは思います。なので優先度は A プラスランク止まりです。しかも、火のサブが揃ってない人っていうのは、まあ全然スルーしても問題ないかなって感じになります。はい。まあ、正味イナエルは1段階下がった A プラスランクって感じやね。あの学イナに関してはもうね、あのグランエルブ持ってればノータイムで交換していいし、まあ、レムに関しては火属性のサブが揃っていて、これからにかけるんだったらゲットしておきたい性能してるかなと思います。という感じがレムでした。はい。次 A ランクいきましょう。
さあ続きまして A ランクの2体ですね。 A ランクの2体は引ければ残しておいてほしいんだけど、それ以外の場合は交換する必要はないかなっていう感じになります。2体紹介していきます。まあ、まずはやっぱりねバレリアからですね。バレリアは当然引けたら残しておきたいんだけど、まあ、正味もう今更交換するほどでもないかなと思ってます。はい、バインド独体性プラススキブ8、7強、2つ無効感、超学生スキブ持ってるキャラです。まあ、スキルブースト9個運用ができるところに関してはかなり強いね、スキルブーストサブになってくれていて、スキルターンもね7ターンまで減ってますので、7ターンでスキブ9個持ちっていうね面白いキャラ性能してるかなと思います。じゃあなんでこのキャラこんな強いのに A ランクかっていうと、まあ、最近もうスキブ9のキャラ増えすぎてるんだよね。そう、それこそさ、この前さ、スキブ8で言うとライザーがさ3ターンでかつスキブ8持ちでね実装されたりとか、あとはまあスキルブースト潜在必須なんだけどハンコックとかももう実装されてるわけよね。2ターンでスキブ9で使えるみたいな感じので、実際スキルブーストを現状持ってるキャラとしてもですね、あの光バレリアがもういたりして、そう、まあ、そこまで今更無理してねスキブ9のキャラを取る必要性もないかなということで、もう今回は一評価としてはあくまで、A ランクに止めておきました。まあ、全然ねあのバレリア自体はスキブ9個要因としては強いので持っておければねすごい強いキャラなんで交換しても全く問題はないんですが、もう今更もうスキブ9ってだけで絶対交換しろよとも言いづらい環境になってきてる気がするんですよ。どう思います皆さんは。僕はもう正味スキブ9ってだけだったらもうそこまで無理に交換しろよ、絶対必須やぞっていう必要はないかなってぐらいまでは今の環境変わってきてると思っていて、なのでまあ評価としては A ランクぐらいで、まあスキブ9が欲しい人はまあ引けたら残しておきたいし、まあどうしても欲しかったら全然交換してもいいけど、まあ正味最近スキブ9のキャラ増えまくってるので、まあそこまで優先しなくてもいいのかなとは思う。スキブ9のキャラっていうか、まあスキルブースト9個にできるスキブ潜在のキャラとかね、またまあバレリアもいるので、光バレリアもね、なのでまあそんな無理しなくてもいいのかなとは思ってます。はい、で、あとは武器に関してなんだけど、スキブチーム HP3 種耐性7強を持ってます。はい、まあまあ悪くはない。で、キコンボ強化、キドル強4つ、LGB 延長、攻撃強化持ちの武器です。水バレリアはまあ7強3つ無効感2つで超覚醒7強あるんだけど、まあ、スキル落ち込なし、水ドロップ目覚め、指 1.5 倍、ランダムドロリフが4ターンって感じです。まあ、2ターン水生成できるのは偉いんだけど、結局欠損する可能性もあるので、そんなにめちゃめちゃ実用的には使わない。武器は水コンボ強化、チーム回復3つに十字持ちです。はい、で火のバレリアもスキビ4に、10強2つに超覚醒スキブあって、あとは回復エルジャーあるんでスキルブースト潜在つけれたりするんで、一応スキブ8とかで運用できます。はい、スキルは6ターンで1ターンルーレット1個生成、回復と助っ人の攻撃力が2倍、ランダムドロリフが6ターンって感じになってます。まあ、これもそこまで必須級ってわけじゃないかな。武器お邪魔プラス封印ヒドロ強打つって感じでした。はい、という感じがバレリアですね。まあまあでも使うとしたらやっぱり木のバレリアが一番強いんだけど、まあ、結局スキブ9っていうだけなので、まあ、スキブ9欲しかったら交換してください。それ以外は全然もうスルーでも問題ないかなと思います。はい、っていうのが今回の僕の意見で、もう一体の A ランクがキヨですね。はい、でキヨに関してはバインドスキブ封印指10強10強7強ドラゴンキラードラゴンキラードラゴンキラー持ってます。で、なんならこいつはドラゴンキラー3突できる点ではめちゃくちゃおもろい性能してるんで、もはやこっちの方がワンチャンで唯一無二の性能ではあるから、ドラゴンタイプばかのダンジョンとかだったらめっちゃ使えそう。で、スキルも6解除、光水回復を3個ずつ生成、バトル6以降の場合1ターンダメージ無効貫通が3ターンで打てるので、まあ、無効貫通要因としても使えるのでかなり面白いキャラかなとは思います。はい、なのでまあスキー、まあドラゴンキラーですね、ドラゴンキラー火力出せるキャラ欲しかったらぜひどうぞって感じですかね。まあただ現状だとウルフデイトなんとかのサブでぐらいしか使わないので、まあ、なんかそんなにめちゃめちゃ必須級ってほどでもないかなとは思ってるんだけど、逆にドラゴンタイプが刺さるダンジョンだったらほんと唯一無二の火力が出せる点はめちゃめちゃ評価できるかなと思います。はい、125倍、10強10強で25倍の7強で50倍なんで6250倍ですか出せるので、そこはかなり強いと思います。で、武器も強くてドラゴンキラーチーム HP チーム回復スキブ攻撃強化持ちで、あのスキブドラゴンキラー武器はなんだかんだまだ結構貴重なので、あとステータス漏れる点も考えると、なんなら武器要因として交換しても損はしないかなと思いますが、まあこの武器のために絶対に交換しろよとまでは言いづらいので、まあ、評価としては A ランクぐらい止まりですね。で、キヨ武器、バインド耐性十字、ドラゴンキラー指延長プラス持ってます。はい、で、キヨこっち闇の方ですね、10強十字3つで、まあ、スキルがスキル使用負荷、ダメージ無効貫通、ダメージ吸収属性吸収無効3項目加算が7ターンです。リーダースキルが光か闇の十字1個につき攻撃3倍 20% 軽減、2項目加算、光闇の HP2 倍っていうね、HP 攻撃2倍って重いリーダースキル持ってますが、まあ、使うところあんまり見ない点からも、まあ、そんなには使わないと思う。武器指延長2つ、雲毒耐性2つ、無効貫通武器です。なんならこの武器の方がワンチャン使えそう。で、キヨバインドスキブ封印10強10強十字ヒドロ強4つ、超惑星こんな感じです。はい、スキルは6解除、火水回復3個ずつ生成、1ターンダメージ無効貫通、自分の攻撃力 1.5 倍が4ターンって感じになってます。
で武器がこんな感じ、ドラゴンタイプ追加、チーム HP、 チーム HP、 チーム回復、そして十字持ちって感じになってますっていう感じがキヨでした。まああの使用形態が7体分あるんで、全然1体加工しておいてね、様々な使い道用に残しておくっていうのはあれだと思いますが、まあ、逆にまあなんか絶対交換しろってほどではないので、まあ引けたら残しとこうぐらいの気持ちでいいのかなと思いますという感じがキヨでした。さあ次行きましょう。さあ続きましてオロチですね。オロチに関してはもう無効パーティーで使うキャラって感じです。まあ無効パーティー要員で使いたかったらどうぞって感じのねキャラクターです。まあスキル4あって、知恵持ってるキャラです。リーダースキルが毒無効、4コンボ攻撃上昇、最大20倍 HP0 で攻撃を踏ん張るをリーダースキルで持ってくれてます。まああのまさにねレベル EX みたいなダンジョンが来た時に輝く可能性があるので、無効パーティー組む予定がある人は絶対1体確保しましょう。それ以外はもう無理に取る必要はないです。はいっていう感じがオロチですね。マジでそれぐらい。あとは武器がスキブ遅延武器で、一応15ターンで遅延打てるところはめちゃめちゃ速くて優秀なんで、周回編成とかの遅延要因ではワンチャン使えることもあるのかなとは思いますので、そういうポイントで確保する価値はあるかなぐらいの感じがオロチでした。はい、まあ無効パティックみたい人ですね、主に確保してあげてください。あとは、狩りですね。はい、狩りに関しては、まあキャラの方は正直もうほぼ使わないんで、全然スルーしても怒られないかなと思います。まあ、一応スキブが9個持ちにできるんで、スキブ9の5ターンスキルにできるところくらいかな、強い点としては。ね、そこは強いと思います。はい。でも漢字の武器が体力キラー、回復キラー、指延長プラス持ちで、まあ単純にキラーにし持ち武器なんで、まあここは使えるかなぐらいの感じですかね。はい、これがカーリーでした。まあただこれもまあ別に正直交換さえにしても全然問題ないぐらいのキャラクターなんで、まあスキブ9とかキラーにし持ってるとこぐらいがまあ特徴的かなと思います。これが A ランクでした。さあラストは B ランクいきましょう。さあここからは B ランクです。まあ B ランクは交換の弾にしちゃっても問題ないかなっていうキャラたちですね。まずはヨグソトースからです。まあ浮遊無効感3つ持ってるところは偉いんですけど、やっぱスキルが9ターンとかなり重いので、ロック解除、二色陣、消せない場合の覚醒無効、全回復、 HP 全回復はそんなには使わないかなと思います。ドットの方も無効感、無効感、神キラー、神キラー、悪魔キラーに浮遊持ってるんで、刺さればめちゃめちゃ強いんですよ。刺さればめちゃめちゃ強いんだけど、まあ正味そんなに刺さる場面少ないし、まあまあまあそこまでして残す必要もないかなって感じで、しかもまあ無効感7持ってるけれどが最近増えてきてるんでね、そっち系使えばいいかなということで、まあ評価としては少し下がってって感じです。まあ一応スキルが3ターン4コンボ加算 HP50% 回復が3ターン継続なんで、まあここちょっと面白いんで、まあ、これでワンチャン使えるかもぐらいはあるけど、まあ、そこまでし残す必要ないかな。武器は暗闇3つお邪魔 LGCM HP なんで必要ないですね。これがヨグです。まあ賞味効果に出してもそんなには後悔しないかな。リクーディスル、もうこれは本当にちゃんとした評価対象外のキャラです。まあ B ランクですね。もう全然交換にしていい。全然ヨグはワンチャンあるんだけど、リクーはバインド毒3つ、ヒドロキオプラス3色と、バインドお邪魔3つ、光ドロキオ50倍強化っていうね、もう全然使わない武器なんで、もうキャラとしても使わないんで残す必要はありません。もうすぐ交換に出してもらって大丈夫かなと思います。という感じがね、星8キャラの B ランクでした。はい、まあということでここまでがね、パズドラ学園の交換所解説動画でした。まあぜひね、自分の欲しいキャラがいた人は交換考えてみてください。じゃあチャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。